勝慎吾監督、5連敗単独最下位も全然話題にならない。立浪と阿部ばっかりずるい。オスナ、サンタナ、村上が揃ってるのに。優勝してるからな。一回日本一に納得と悲壮感ないよな。村上、サンタナ、オスナいても最下位か。村上メジャー、外人巨人かソフバンに取られるとかなったらやばいことなるな。誰が監督やっても役は選手が普通の状態保てるかだけだからな。自らデバフになる阿部、立浪とは勝負にならんよ。ヤクルトファンじゃないから細かい事情はわからんけど、好きあらば外国人コンビを5番6番に追いやったり、ちょっとリードするとすぐサンタナを下げたがるのが気になってた。連覇したことが良くも悪くも影響大きい気がする。打線の組み方、代打、中継ぎの使い方見ててもそう思うし、2番村上、3番サンタナできたら変わると思うけどな。最下位争いに、3年やって1年優勝争いするみたいなチームだしな元々が。代打敬遠よくされてるし、村新状態の村上いれば誰でも優勝してるやろ。立浪、阿部なんか比じゃないけどな、このチームで最下位は高津にしかできない芸当。こいつに触れると監督なんかほとんど影響ないことがバレるからな。言うて阿部みたいに現代野球に全力で逆行するみたいなわかりやすい愚行はないやろ。